はい、こんにちは、こんばんは、しょりです。ニューカッスルでチャンピオンズリーグ優勝を目指したいと思います。今日はそのチャンピオンズリーグ出場権はかけた大事な一戦。勝てばチャンピオンズリーグ出場を決定できます。順位表は右の通りです。ちょっと見づらいかもしれませんが、4位。5位のユナイテッドの差は、勝ちにちなんで引き分けでも、次ですね、特殊点差的にいやも関係ないですね、これも。特殊点差は。うん、まあ、引き分け、まあユあ、ユナイテッドどこでんだろう。ナイッ アーセナルもまだあれなのかあのチャンピオンデリレクス45もあり得るんで勝ち点65なんでうちが比較的お得点差的にはもうアーセナルですねいやいないで大変だったねこれ入荷するとアーセナルと最後2戦戦うっていうのが面白い戦いです、はい、じゃあいきますか早速試合に、はい で、なんですけれども、マルコス・レアナルド、経過してます。どうしようかなフォワードがマジでね、やっぱ、決めてくれたザニオロ使うか、えー。ザニオロ。で、どうする普通にコンプリートフォワードでいいか。まあでも、シャドウ・ソレカで普段使ってたから、シャドウ・ソレカーにするか。で,でね、えー、ここで問題なんですよね。 ベンチが、ちょっと、ニア変えちゃうんだよ。これ、入れられる選手がもういなくて、ちょ、結構、いないんだよね、選手が、そう、応してしまくっちゃって。<laughs> ま、でも、その分ね、結構、あのー、不文句を言う選手もいなくてね、結構い、いい感じですね。先生、おっかと目安にしよう。はいまあま、ある程度、パチンですね。フォワードの控えが本当に結構いないな。控え、マジでいないな、これ。もう、ほんと、決めてくれ。 勝てばいい。もう FA カップなんてどうでもいいから。この試合勝てばいいんだよ。もう今日、い勝てば、CLC が決まる。確実にこちらの本も尽くして、勝ってほしい。みんな、あんまりみんななんかやり気出さないな。チームが先ゴールを量産してることは常に雑けになる。そうそう、最近結構ね、ゴールはと、ゴール結構取ってんだよね。やっぱ、フォワード補強してるのがでかいね。相変わらずでも、イサークは結構外してるんだけど、 それでも結構点取れてるんで、素晴らしい。ほんとピノ様々だね、ピノ。気が入れとなってるね。いやー、マジで、勝ちてぇな。マジでこれ勝たないと。チャンピオンズリ,リーグすよできないから、またね、この一周。お、来ました。あー、それっぽ惜しかったね、今のは。 おえ、え、PK、レッドはやめてよ。レッドはやめてよ、さすがに。あ、よかったー。今の止めだったことは、これイエローか。あぶねー。ビビらすんだよなー。めちゃくちゃビビったぞ、今。レッドかと思った。手で引っ張ったりしてたから。 入らイライトこないですね。もうあいでまたシュート一本打ってないね。これやっぱさ、UI さ、このゲームちょっと、いろいろできるからさ、なんか UI 見づらいよな、これ。これさ、普通に画面とかで見せたらさ、スマホの画面とかでこれできないもんな、絶対。<laughs> 小さすぎて文字もうちょ読めねえよっていう。よし。こっちのチャンスになるのか。 手間は絶対取られたくないこれ引き分けでもダメだからなぁ。やっぱ勝ち点ね、あのね、1-0で勝ってて、ロスタイムで2点取られて負けるってことがあったんだよね。どこでの試合だか忘れたけど。ど,どこでがあったから、ちょっとそれ、ちょっとそこ、ちょ思い出しちゃうなぁ。これで知りできなかったら。ナイス、いいよ、いい思い出向こうこう。おい。いいよ。いいよ。おい、PK、PK。よし、よしよしよし これはもうレッドカードでしょ、レッドカード。ああ。レッドではないと。イルミーピノって読むのかな、これは。イルミー。ピーケ認定。ま、さすがにこれにピーケです。お、ピノお前、読みくれ。頼む。よし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 。まずはって シーズン23ゴール目。でもね、これね、シーズン何ゴールって良くないと思う。あのね、ヨーロッパのカンファレンスリーグの大祭ってマジで弱いから、ゴール量産し,してたんだよね。あの、予選、予選みたいなやつ。だからちょっと、リーグ何、あの、リーグ、この,このシーズン何点だよし、あんまりちょっと書いてほしくないな。普通に、リーグ何点にしてほしい。シーズンじゃなくて。 もうこれも生き場がちだけど、もう行ってほしい。一応もう圧倒してるね、完璧に。ほら。面白くあるもって言葉をあげましょう、最後。喜んでいる多くのチャンスを作り、スコア、はそれを反映しているってよし、みんな大喜びしてくれてるわ。よし、いけるぞ。いやこれね、ほんと勝て。行って,てくれ。 え、これ、早々,早々決められるわ。大丈夫だよね。ですえ、え、え,えな、何がファールなえぇ、ー、お前、倒れた、勝手に何回前倒れただろう。これないだろ。これファルはシミュレーションですね。待って、おお、よかったよかった。え、お前、ビビらせんな。大丈夫だろ、あいつ。誰だお前、覚えたかんだ。ろこれ絶対マルセリぬ、ヌヌエス わかんない違うかもしれないから、ちょっとやめとこう。<laughs> おいキーパーはぁ、あ、<laughs> ちょっと揺らいってる、イグライテッドの試合もそうだけどね、キーパー助けられてる。マジ、うちのチーム。この、た、こいつ、このうちのこーキーパーね、やっぱ弱いんだよ、絶対。さっき6試四45知ってんだからね。 絶対こいつのせいだろう。うん。でかくてね、空中戦とかくソ強いんだけどね。関係ないんだよね。もう普通行ったいね、シンプルに止めてほしい、まあね。まだ若いからな。でも若くてもっと他に強いゴールキーパーいたからね。もうその選手も,もしかしたら取るかもしれないです。はい。来シーズン、金が余ってたらね。イングランド人じゃないけど、お、富汗が痛んでおる。どこ痛んでるんだ ま、ちょ、っとりあえず、ちょっと怪我したっぽいんで、ちょっと変えようか。エルセドバック。パルシー。パルシーもなんか怪我気なんでなかった。まあ、いいか。この試合もうラストだからな。このシーズン。FA カップあるけど。決勝戦が。もう、1点欲しい。1点ないとほんと怖い。何が起こるかわかんないから。もう1点だけください。お願いします。もう1点なんとか。なんとか本当に頼む。もう1点取って。 ってんじゃちょっと心持たないいくら相手まだシュート前2本しか打ってないからとかもあるけど2本しか打ってないとはいえ怖いですいやー取れないかまあまあ選手の疲労度はそんなあここで取ってん取っていこうこれでテロール手 ピノに渡せ、ピノに。ピノに一人行ってもらおう。セノロ行けるか ?OK ーー、いいよ、ピノが。いいパス向こういやここあ向こうから、あれですみません、まだ。ああまだ、あると思ったんだけど。おっさいドかい。うもうそろ選手固定するか。外そうで、ちょっと、疲れてて、あんま今回風邪くじゃないんで、帰ようか。こ あーどこにられるか。で、向こう,こう左に置く。向こう,こうじゃなくてピノ、左に置こう。ブルーノんも、ウィロックに変えるか。本当はスコットに毎回変えてたんだけど、普つこと怪我しちゃったからね。ダニネロも、あれなんで、変えようかな。誰に変えようか。変える人がいない。ファイブバックにする。初めての。エイーと入れて。パブロトーレス入れるか。ピノは出します。 リピア変えようかな。いや、いいや。一枠残しとこう。何があるか分かんないかんね。これ、交代枠全部使っちゃった後ね、怪我されたことあるんで、今シーズン。一枠残します。交代枠は。いや、ピーのお前、いけ、お前、お前ならいける。頑張れ。全てを出し切ってるって言って、毎回来るけど。いや、これ、知ってんじゃないよね。まあまあ。取れば勝ちかもしれん、必要決定なんで、これ1点取れば。 いいね。これだトリピア、どうするそれはまずいんじゃないか大丈夫だよねあナイス、フカルさ。いいぞ。OK、OK、OK、OK。いや、ちょっと心臓に悪いな。いやこのままもう何も何事もなく終わってくれ。いや、ちょっともういいって怖いから、ちょっと心臓がパクパクする。終わり終わり終わり。 時間稼いよお前ら。あつなぐのかいカウンタ怖いよ。いや、カンタ怖い <laughs> そこでバれたらまずいんじゃないあナイスナシ。いい、いい、奪返し。相手もなんかやけになってスライディングシてーなだ今。いいぞ。ルーニー、ルーニー蹴ロルーニルーニ。いやー。と、3、う、分、ん。終われ。これもう、いや、いや、もういいって。いもう終わり。こっちのチャンスもうつさなくて、いや。 もう、打つなくていい。怖い。いや、こうな、<や>ーーカウンター大丈夫。ちょっと、もう指示、指示はしなくていい。はい。いや。や戻る、戻る、戻る。あ、でも、これ、ユナイトのマッあ、でもダメだ。アーーの勝ってるから、どうしようか。意味わかんねん これでもユナイテッドのシールスギはもうなくなったね、ほぼ。でも、こっちのチャンスだな、ね、俺。オッケー、終了、終了。ノーチもでもあれか、広角かかってるから、広角話をしてるから、最後はね、ガチで寝てきないか。な、な、なにそのスローインは怖すぎる。意味わかんないスローインすんなよ。よし。<laughs> <laughs> 3年目 <laughs>。チャンピオンズリーグ出場決めた。4位かいや、ないか分かんないけど。よーし。結果4位でした。いやった、優勝は結局シティだったんだね。シティ最高の方が起きてたんだけど。今、順位上から見ていくと。 マンチェスターシティにとったら、サンチェルシー、4ニューカッスル、5アーセナル、6マンユー、リワプルが8ですね。で7がレスター。リワプールはね、カンファネルレースリーグの出場権も逃したってことで、多分ね、今シーズン、来シーズンか結構選手を、主力は放囲すると思うので、まあ、できれば安くなったところライスとか取りたいかな。ライスはいらねえか。もし安くなったところ誰か、アーノルドかな取るなら、イングランドの、イングランド人ってことで。 イングランドにちょっと降りたいなと思ってますはいじゃあはい今回は終わりですご視聴ありがとうございました